ようございます。今日の天気です。今日は高気圧に覆われて晴れるところが多いです。関東は雲が広がりやすく急な雨の可能性がありますので、傘をお持ちくださいね。では今日のニュースです。オランウータンの親子が飼育員の赤ちゃんと初対面すると、美しい瞬間。母親にとって生まれた我が子を親しい人にお披露目する瞬間は特別なものでしょう。無事に誕生した赤ちゃんがみんなに祝福されるのは素晴らしいことです。アメリカのミズーリ州にあるカンザスシティ動物園に勤務しているエイミーさんは、娘を出産後に初めて動物園を訪れました。エイミーさんが向かったのは、彼女が世話をしているオランウータンたちが暮らすエリア。そこで彼女はジルとカリというオランウータンの親子に生まれたばかりの娘を紹介しました。ガラス越しに赤ちゃんを興味津々な様子で見つめるジルとカリ。自身も母親であるジルは、あら、かわいい子ね、というような表情を見せています。エイミーさんは、もう9年も、ジルとカリの世話をしているのだそう。妊娠中に、彼女のお腹が大きくなっているのを見て、カリは、とても興味を示していたので、結果を見せたかったのだとか。この動画は、15万回以上再生されました。エイミーさんの娘を見つめる、ジルと、カリの優しい眼差しが印象的でしたね。言葉にしなくてもオランウータンは分かってる様子ですね。微笑ましいです。では、最近、つべつべさんの規制がひどく、せっかく動画を投稿しても、黄色になってしまうことが多いです。チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日も元気にいってらっしゃい。またね。